そっか、ちくの久保です。小泉進次郎さんってね、変なこと言いますよね。今ね、たまたま読んだ記事なんですけども、このドヤ顔でね、小泉進次郎さんこんなこと言うんですよ。プラスチックの原料って石油なんですよ。意外にこれ知られていないんですけど。何なんですかね、この人はね。いや、こういう人でも閣僚が務まるんで、誰でもできるんじゃないですか、やっぱり。いや、何なんですかね。で、世の中には高いお金を払うよりも、その高いお金を分配した方が偉く見えるって構造ってあるんですよね。その分配の方法が下手でもですよ。要するに、高額納税者は誰が高額納税者なのか知られてないし、知られたところであいつ金持ちだって嫌だねみたいなね、こんな目で見られるのに、高額納税してるのに、その税金を再分配して、その再分配がうまくいってなくって、低所得者の人に行ってないのに、低所得者の人が全然ね潤ってないのに、なぜか分配した政治家がなんかね、官僚とかがね、うん、なんか偉そうに見えるというね。まあそんなこともあって、余計にこの小泉進次郎さんね、本人大真面目ですね、これね。プラスチックの原料って石油なんですよ。意外にこれあまり知られてないんですけど、意外に知らないのお前だって話なんですよ。本当かこれは。どんな人がこれは。意外と知られてないんですかね。意外と知られてないのかもしれないですね。どうですかね。いや、私ね、プラスチックの原料って石油って、なんだろうな。これはなんだろう、なんでしょうね。なんとも言えないですよね。なんとも言えないな、これはな。小泉進次郎。進次郎。いってらっしゃい。